暑い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 よ。こんばんは。ハロー。あっちへあっちへって言うよね。へえ、新潟弁なんだ。あっちへめっちゃ言う。いやー、ほんとにあっちへよ。嘘でしょ、嘘でしょ、え、嘘でしょ、え、ちょっと待って、嘘でしょ、何回言うんだこれは。え、嘘でしょ、嘘じゃない、嘘でしょ、え、もう8月、嘘、嘘でしょ。宿題何もやってねえマジでピンチ。宿題何もやってない、何もやってないことはないけど、宿題やってない、どうしよう。やっぱ7月に終わらせるという、目標を立てたのに何もやってない。焦る。読書感想文、そりゃ小学校までですね。いや、高校生もあるか。でも私はない。私税の作文あるんだけど、みんな助けて。くぅ、税の作文。そう、レモネード。え、日記もないよ。シャンパン、えシャンパン、おりゃまだ20歳にもなってない。自由研究はないっす。あるの、なんか課題テストっていうテストがある。だるい、もう嫌。何課題テストって、ふざけてんじゃないわよ。いじめてるよね。あー、もうやだ、夏休み楽しめない、こんなの。え、めっちゃ大量にあるよ。私言っとくけど、本当に終わるのかっていうぐらいに大量。やば。え、私ちょっと夏苦手。お母さんがさっき食べてた昆布飴。なんかお母さんがさっき食べてて、わっ、おいしいとか言ってたから、ちょっと気になって今から食べてみる。今初めて食べるよ。
い。抹茶かよ。いただきます。なんか緊張してきた。なんかこれ歯にくっつくらしい。ちょっとやだ。めっちゃ昆布、めっちゃ昆布だよこれ。うう、私はまだ子供。うん、8×6、6×8。どうだ、合ってるでしょ。え、8×6 でしょ。私6×8の方が言いやすい。え、私掛け算できるよ、言っとくけど。めっちゃ勉強したもん。あ、でもね、あの今噛んでた昆布、なんか噛んでると美味しいかも。噛むと美味しい。舐めたらなんかちょっとまずいけど、噛んだら美味しくなった。え、めっちゃ歯にくっついてんだけど、ちょっとやだ。取れない。え、そうそう、今日マジで、今日マジで、マジのマジのマジでマジですっぴんなの。先ほどお風呂入ったばっかで、今日マジのマジのマジで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 何もしてない。だからこんなにブサイクで、すいません。え、大丈夫だよね、ついてない。あ、ついてるかも。ちょっと待って。ちょっと待ってね。
入れ歯直し。面白い。なんかさっきおしみに会のお話がちらっとコメントであったので、ちょっと告知しようかな。じゃじゃん。確か8月18日のハイブ長岡で行われるオフラインですね。確か明日の1時までだったよね。だよね。だよね。合ってた。だから明日の1時までなので、ぜひね、私に会ってお話をしてみたい方がいましたら、ぜひ申し込みをお願いします。こんなすっぴんで言っても絶対に申し込みをする人がいるわけがないのは分かっておる。うまっ。レモネードかける昆布合わないって。はい、告知以上。お腹鳴りそう。で、昨日ね、今さっきコメントを来てたんだけど、みんなバレてるから、ハラちゃんにいろいろ言ったでしょ。あゆに、あゆが配信始めた時、私ちょこっとお邪魔しました。いや、お邪魔しないわ。お父さんが見てるのをちょっとチラ見しただけ。ちゃんと見てたから。みんなめっちゃ言ってたね。許さない。誰ですか、はらちゃん。まあまあ好きなの？だけどバレちゃうでしょ。まあ別にいいんだけど。マイメロしか言ってない。まあバレちゃう。スパイがいたね。ドローン飛んでます。わあ、マイメロだ。かわちい。ちいかわ。これ私マジでお気に入りのちいかわ。バリかわいい。これ好き。お姉ちゃんがくれたちいかわ。めっちゃかわいい。ふわふわしてる。かわいい。これ天使。
天使の輪っか。かわいい。う、う、あ、わ、うわ。うわ、ふわふわふわ。やあ。だだ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 だ。私この歌聞いてから起きる時のアラームの音にしてる。この歌だから寝てる時にブー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 いや、笑わないよ普通に。面白いけど笑わない。普通に起きる。パジャマパーティーズ。寝起きの機嫌はいい方？え？まだいい方じゃない？お姉ちゃんはやばいよ。寝起きの機嫌。お姉ちゃん最強にやばい。もう態度が悪くなっちゃう。お姉ちゃんうるさいとか、青い黙って言うから。本当に怖い。お姉ちゃんの寝起き、みんな気をつけてね。ああよっこら。お前らがさ、ひまりの寝顔を見て笑うからだろう。え、それ以外にもあるじゃん。あ、今お姉ちゃんが LINE でお前らがマロの寝顔を見て笑うから機嫌が悪くなるらしい。え、でもそれ以外にも普通に、え、笑ってない。え、普通にあの寝顔、寝顔を見て笑ってない時も機嫌悪いよ。ちょっと思い出し笑いしちゃった。お姉ちゃんの寝起きの写真をね、一回撮ったことがあって。面白い、マジで。それめっちゃ面白いんだよ。みんなに見せられないけど。いやー見せらんないですね。そもそもお姉ちゃんの顔禁止なんで見せられないので、ちょっとむずいっすね。
真似して、いいよ、真似してあげる。真似してあげるよ。こんな感じ。ねえ、少ししないで。マジ今のブサイクすぎたよ。こんな感じだから。あー、面白いって。うるさい。私も寝てるとき顔やばいらしい。でもなんか私結構やばいらしい、寝てるとき。なんか前ね、中学校の時にお姉ちゃんまだお家にいたんだけどね、お姉ちゃんと一緒に2階で寝てる時に、なんか私急に起きるらしいの、お姉ちゃんがいつも寝るタイミングで。あの、寝てるんだよ、寝てるのに、寝てるのに、なんか急に起きて、でまた寝る。マジで意味わかんないことをやってたらしい、私。なんか自分は寝てるんだよ、寝てるのになんか一回起きてこうやって。そういうのがめっちゃあったらしい、お姉ちゃんから言うと。でね、これだけじゃなくて結構ゴニョゴニョなんか言ったりしてるの、とかなんかよくわかんないこと言ったりして、本当に訳がわからなかった。無遊病っていうの？違かったらどうしよう。無遊病だよね。しゃ、合ってた。そうそう。そう、結構前にね、なんか私があの寝てるのをお姉ちゃんが動画で撮ってて、なんかそれもね、それもなんか、ね、な、寝ぶ、寝てるのに目開けて。そうだ、そうそうそう、お姉ちゃんがあの動画撮りながらスタジオアイスですって言って、で私はあの寝てるの、私は寝てるんだよ、寝てるのに目が開いてんの、まあ、うんとか言いながら、お姉ちゃんずっと動画撮ってんの、私の。
寝てる私の動画を撮って、でもうざいからなのかよくわかんないけど、お姉ちゃんのカメラを叩いたらしい、うざすぎて。で本当に私そうやって夜中に起きてんのわかんないから、後でお姉ちゃんに教えてもらって、葵こんなことしてたんだよっていうのを動画ね見せてもらってる。面白くない？スタジオアリスでーすって言って撮ってんの動画出してぜね、マジで私ブサイクだから絶対に見せない、本当に見せない。寝顔とかマジでブサイク。え、動画消しちゃったの？はい、みんな動画消したそうです。どんまい。いやマジでブサイクなの本当に。ごめんね、言ってなかった。めっちゃ可愛い、ありがとうスマホの容量がなくて消したらしい。確かに結構長かったからね、あの動画結構長い時間撮ってた。もう一回はできないよその時だったもん、奇跡の動画。再現するとか絶対に無理だ。でもその時確か冬だったから、冬のパジャマで撮ってた気がする。今夏だからそれ着たらとっても暑い。あとちょっと髪の毛短かったそんなとこまで再現しなくてええよって話だけど。え、それな、スマホ叩くのめっちゃ強かったらしい。こんな感じ、結構強かったんだよ。こんな感じでバーンって。ごめんよみんな、痛い。そうだ、今日は9時半までやるよ。今何時か分かんない。ブクブブ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 ブ、はい、何ですか。チュンさんがどうされました。最後の配信始めた、わぁ、絶対みんな見に行くでしょう。まあぜひ行ってください、最後の配信なので。ああ、テロップテロップ、この曲、あたしはいいから
私はいいから行って18日でしょ。18日のオフライン、オフラインのマウスコミック明日の、いやいやこんな詳しく書かなくていいや。オフラインの申し込み、ぜひ、ぜひじゃないよ。ぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ないよね。よろしくお願いします。もういいや、よろしくでいい。25文字入りきらない。やば、なんか目が乾くんだけど、今コンタクト入れてるからちょっと外そう。目が乾く。たったよくここにつけてた。ちょっと汚いから外取るけど、はい、捨てました。あ、おすすめの OK 教えてあげる。特におすすめないんだけど、おすすめは全部です。でもね、どうしよう。何がおすすめなんだろう。特にない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 。ああ、今その話するお姉ちゃん、後でしようよ。間違えたよ、間違えた。ブブ、高めツイン地雷系の日が楽しみ。地雷系さ、あのお洋服も買わなきゃじゃない。あんま持ってないの私、地雷系のお洋服。なんか服屋さん行って買っとこうていうか買うものいっぱいことあるんだけど大変。ネットでチューンしたり、お洋服屋さん行ったりしなきゃいけないんだよね。ああ、いる。地雷系の子いる。そうだね、島村とか売ってるから、島村で買ってくるかな。一時その高い店は行かなくていいよね、地雷買うために。そうだし、島村とか行ってウケるんだけど、島村月に変わってお仕置きよ。何お姉ちゃん、何、ごめん、島村バカにしてない。島村はね、とてもいいお店だよ。私島村大好き、安くて大好きだよ。今余計だったかな。でも本当に島村っていいよね。
大好き大好き。島村部面白い。本当に思ってる。島村ってあの結構可愛いお洋服あるから結構買ってる。はあ、そう、島村はお母さんが大好き。お母さんがよく買う。お母さんね、ちょっといつもお買い物についていくとね、あ、ちょっと島村寄りたい、島村寄りたいわ。あとちょっとお出かけするときに青い島村行くけど来る？って言われるから、あ、行くっていう。面白くない？あ、面白くなかったかも。そう、お母さん結構島村推しなんで。3期？え、3期あんま行かない。は？何それ。ああ、3期も安い、確かに。アベイル、アベイルってさ、あ、アビール可愛いのいっぱいある。なんか今時って感じのお洋服がたくさん。あー、いいよ、お姉ちゃん、ちょっとめんどくさい。あ、GU も行くよ。 GU も結構可愛いお洋服たくさんあるから。GU はめっちゃ行く。だって最近買ったものもあるもん。確かに。アベイル、アベイル、普通に汚い。でも私結構お洋服は、お洋服はたくさん行ってるお店。あべ、あ、間違えた。あの島村とか GU 以外にもたくさん行ってる。お洋服探し。そう、気に入ったものを買うの。この間もたくさんでもないけど買ってもらったお母様に。好きなブランド、でもあんまそのお店で買ったことはないけど、でもちょっと可愛いのはたくさん、あ、グレイルとか可愛いのあるよね。
なんかグレイルってめっちゃお姫様系じゃない？あ、そう、ハニーズ、ハニーズめっちゃいいのあるんだよ。ハニーズ、ハニーズもめっちゃ可愛いワンピがあって、そう、ヘザー、ヘザーっていうお店もなんか可愛くて大好きなの。ヘザーっていうお店、お洋服屋さんなんだけど、そのお店もめっちゃ可愛くて大好き、ラブ。そうだけどちょっとお高めなんだよ。あかん、ループしてる？マジで？これはびっくり。なんでループしているのかだろうか。え、なんで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 ？ハメとかやめて。ハメめっちゃ嫌い。あ、よかった。え、なんでループすんの？ここ Wi-Fi か、あの通信やばい。あ、充電がね、あ、充電やばいかもしんない。今充電してるんだけど、あの充電がなくて、ハンメとかめっちゃやだ。ハンメで止まるとさ、もうブサイクじゃん。いやよ。ねえ、ひど。お姉ちゃんスクショしたって。ひどいお姉ちゃん、ほんとにないわ。こういうことしてくるからほんとにさ、嫌われるんだ。書いてないし、かさぶた取っただけだもん。まあ勘違いしないで。お姉ちゃんったらもういちいちうるさいわね。お黙り。みんなに言ってないのに。お姉ちゃんったら本当に面倒いやつ。うわ、この絵文字嫌いとか言ってる。この絵文字嫌いだって。みんな送っちゃえ、送りつけろ。え、今からちょっとお姉ちゃんが今嫌いって言った絵文字テロップに出すから、待ってて。よっこら。え、どれ？わかんない。これか。これかな？見えた？ここら辺にいるんだけど。これ嫌いな絵文字だって。気まずいからいやらしい。気まずいんだって。いや、自分で送んなし。
ねえやめて、急に月混ざるのやめて、それ私が嫌いな絵文字。やめて。混ざってる。ほら。みんな気まずくなっちゃってんじゃん。本当に気まずそう。その絵文字見ると気まずいから嫌なんでしょう、お姉ちゃん。ハートありがとう。それな、コメントが気まずい絵文字で溢れてる。なんかすいません。こんな感じ、汗かきながら。その絵文字面白い。ねえ何これ、面白い絵文字。まあ、マジック女。なんだこれ。え、なんかテロップ、私もなんか打ちたくなってきちゃったじゃん。え、そうなんだ、お姉ちゃんがつけてるかと思った。なんか悪い意味でもあんのかな、この絵文字。私もおすすめの絵文字を紹介したい。特にないけど特にないんだけど、ちょっと面白いのを探したいね。ということで皆さん、これよろしくね。オフラインよろしく。消すよ。はい、削除。バイバイ。じゃあ私のおすすめ面白絵文字を見せよう。あるかな。特にない気がする。さっきのお姉ちゃんの穴どれだ。あ、あった。面白なき、え、なんか面白いの見っけた。え、面白いの見つけたんだけど。え、面白いの見つけたよ。何これ、よいしょ。え、みんな見える？見えないよね。こうやった方が見えるか。ちっちゃくて何も見えないでしょ、こんなのは。あ、それだよ。ね、面白くない、なんか。虹ありがとう。ねえ、いっぱい送ってこないで、なんか面白いんだけど。ねえ、ねえ、キモい。ねえ、ねえ、や
え、これ何？トロール？ん、ゾンビ？面白くない？謎の絵文字発見した。他になんかあるかな。特にない。他のもので、え、なにこれ？え、かわいい。リボン付きなんか。え、かわいい。お月様出てきたんだけど困っちゃう。いやでもお月様の絵文字は衝撃だよね、ほんとね。お、ここでもまたお人が出てきた。なんか面白いのあるかな。なんか特にない。やばい、腕が疲れてきた。ない、ないぞ。宇宙人にリボンついてる。え、なんかリボンがかわいい。なんかリボン付きっていうところでさ、なんかかわいいの出てきたよ。ハムちゃんとか見えるかな。かわいくない？リボンだって。リボンがね、耳らへんについてる。かわいい。ありがとうございます、教えてくださって。25分、了解。うん、ハムスター。ねえ、やだ、そのお月様。そのお月様ほんとやだ、怖っ。まあ確かにマンホールにも見えるかも。あ、本当だ、かわいい。やば。じゃあそろっと壇上読むか。読みます。
13位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。12位名古屋の山ぴさん、ありがとうございます。11位もこじさん、ありがとうございます。10位にてんさん、ありがとうございます。9位ともさん、ありがとうございます。8位べにしょうがさん、ありがとうございます。7位いちおるさん、ありがとうございます。6位 MS さん、ありがとうございます。5位ちんさん、ありがとうございます。4位めがねさん、ありがとうございます。3位たけぞうさん、ありがとうございます。2位じゅんはんさん、ありがとうございます。そして1位マサボーさん、ありがとうございます。よっこら。ありがとうございました。明日どうしようか。明日どうしよう。まだわかんない。明日朝か夜するからちょっとわかんないから、あの見てください。すぐ時間入れるんで、予定わかったら。見てね、時間。そしたらわかると思われる。ということで、バイチャ。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。